アローラ、レオスケと申します。今回ですね、インターネット大会ガラルビギニングやっていきたいと思います。まずレート1500から開始でね、1日15戦までできるというそういう大会になっております。いきましょうか。はい、マッチングしました。相手のパーティーがカバルドゥン、ドラパルト、ヒヒダルマ、ロトム、ナットレ、ミイキとなっております。いきなりステースロック巻いてくるかなっていう形なので、容赦のないゴリランダ行ってたろうかなと思うけど、初手ヒヒダルマとか来たら泣きそうやしな。サザンでいきます。サザンからの、ミミックスでいけるのかなとか思いつつ、よし、でドラパルトいけますかと。まあまあやな。ロトム、ゴリランダーね、どうでしょう。ギャラドスが通ってんだけどな、ナットレさえ出てこなければ。よし、行きましょうか。はい、マンオジシさん、対戦よろしくお願いします。さあヒーダルマから来たね。 OK です、大丈夫。先発ヒーダルマのためのサザン用意しております。こちらスカーフサザン、容赦のない大文字で、焼けてもらいましょう。申し訳ございませんね。大文字でスカーフトンボ返りを打とうとしている君、こっち地獄見せてやるよ。いけ、当てろよ。 OK、ドカーン、ウィス、ウィス、ウィスパー、ウィスパーくん、バイバイ。妖怪ウォッチからの刺客。へっ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 へ。余裕。刺客と書いて刺客と読むんですけどね。さあ行きましょうか。いきなりもう相手一番のエース失ったからな。そのためのスカフサザンよ。さあ、ミミキュー。これはジャレ打ってくんのかな。これはもう生で切りましょう。生文字。OK、当てていく。ナイスナイス。偉いぞ、サザンドラ。化けの皮を剥がしていく。さあ、剣前、おはじゃれつく、どっち。じゃれ。直撃。まあ、これは耐えられません。これはね、大ジェットの起点にしよっかな。そうしよう。ダイジェットの起点、まあラストがナットレやったら泣きそうって感じやけどな。うん、まあそうやな、ナットレ以外であればなんとかなるのかなと。いきましょうか。ギャラで大魔切ってダイジェット、ダイジェッターズいきます。容赦のないダイジェッターズをお見舞いしてやろうじゃねえか。へへ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 へ。いや、初手ヒヒダルマ持っていけたの強すぎるからな。で、化けの皮も剥がしたから、サザンドラがね、めちゃめちゃ活躍してくれてます、これ。さあ、相手悩んでんな。引っ込める、やばい。ダイジェッターズ読まれた。なにこれ。お、ドラパ。なんだなんだなんだ。なんだ、何読みか知らんけど。まあいいでしょう。これあれやからな。ダイジェットは等倍で通るので、結構入るよ。効果今一つちゃいますから。ガオー、等倍やからな。これ結構いくぞ。いけ、かなり食らうんちゃうか、ダイジェッターズ。7割いくんじゃ。ドーン。あ、生で結構いったな。生でいったわ。オッケーオッケー。で、さらに加速しておくか。もしくはダイストリームで火力上げ、いや、ダイジェッターズでいいね。うん、ダイジェッターズ。これでドラパルトも抜けるからな。オッケー、抜けるから。そう、容赦ないからね。で、さらに自信過剰で、もうどうしようもなくなってるからね、これ。相手もどうしようもない、これ。素早さ2段階上昇と、攻撃1段階上昇のギャラドスが完成してしまうという。容赦ないな。まあ、すべては初手のヒヒダルマで決まったかなと思います。さあ、ミッキーをね。ラストのダイジェッターズでお見舞いしてあげましょう。さあ、相手あれやからな。まだ大魔切ってへんけど。ああ、終わったな。OK です。よくやった、ギャラドス。それでは、対戦ありがとうございました。はい、マッチングしました。相手のパーティーが、ヒートロトム、バンギラス、ウオーノラゴン、カビゴン、
ドリューズ、エレザート。うわ、ドリューズがめちゃめちゃ刺さってるからな、泣きそう。初手バンギとかドリューズ読みで、ドレゴリランダーいきます。で、ラストシーケンス。あと、ツーシーケンス選べるんですが、誰を選ぶか。ミミッキュいけるか？サザンいける？ミミッキュいける？ドラパルトいける？いや、難しいな、これ。ミミッキュ、ギャラ。ギャラはいけるな、間違いなく。で、ミミッキュがいけるのか。ミミッキュはな、万能やからな。万能ミミッキュ。ゴリラ、ギャラ、ミミックスでいきます。まあ、これは自信あり選出やから、この選出で負けたならば、仕方がないなと。この3シーケンスでいきたいと思います。はい。コリッシュタン、対象の選手します。さあ、お相手何から入ってくるか。おそらくバンギラスから入ってくるんだけど、バンギかドリから入ってくるんだな。大体。カビから入ってきた。おっと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 、おっとっとっと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 って感じやな。おっとっとって感じ。容赦なく剣の前から入りましょう。たたたたた、容赦ない剣の前。てて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 、さあ相手何してくんのやろ。腹ダイキング、ダイキングブースト、嘘やろ。なんで怖っ。何これ。うわ、マジか、やばい。これ止まらへんかったら負けんぞ。バカ力で落とせ。バカ力からてて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 、うわぁ、嘘だら。うわぁ、助けて。モニターの上に雲歩いてる。雲が走ってんねんけど。うわぁ、巨大マックスや。何それ、タイプ変わるん。草タイプなとかやめてや、そんな聞いてへんねんけど。え、何それ、バカ力。うわー、落とせない。うわうわうわ、助けて。雲がモニターを歩いてる。ちょっとなんとかせなあかんな。巨大再生、何それ、何それ、わけのわからないの飛んできたー。さあ、じゃあギャラドスでいきましょうか。ダイジェットでいきます。ダイジェターズ。いやー、モニターに雲がずっとおんねんけどさ、雲がモニターから降りられへん、助けてくれってなってるわ。怖っ。どっから登ってきたんやろな。さあ、カビゴンがすごいな、巨大カブックスのカビゴン。やばすぎるやろ。何やねん。化け物やな。最高か。さあ、ギャラ、君の力を見せるとき。いっけー、ガオー。てて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 、てさあ、大ジェット落とせよ。さすがに HP 赤やねんから落とせるやろ。オッケーオッケー、それ耐えられたらもん、泣きそうよ。でもカビゴン硬いからもう怖いよ。オッケーオッケーオッケー。とりあえず加速完了ですね。加速完了したのでかい。自信過剰で上がるし、こっからやな、勝負は。ここでバンギ出んのかな。まあ、ドリューズは絶対おるけど、ロトム、ここでロトムは苦し紛れやろ、さすがに。ここでのロトムは苦し紛れとしか思えへんねんけど、苦し紛れのロトムやと思います、これは。うん、だからこれで飛ばせる。ドーン、オッケーオッケーオッケー、全く問題なし。さらに自信過剰で上がるから能力が。うん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 、オッケー。さあ、ラストシーケンスは誰だ。バンギ、あ、バンギか。さっき出した方が良かったんじゃない。まあ一緒か。地震課長2回入っちゃってるから、もうこれ終わりやと。食らいやがれ、ダイソリーマー。まあでもカビゴン見せてもらえたからね、今回は価値ある一戦やったな。巨大マックスカビゴン見せてもらえたから。
全く問題ないわ。オッケー。さあ BGM もいい感じ。はい、オッケーです。はい、対戦ありがとうございました。ええ感じですね。3連勝なるかといったところになります。はい、マッチングしました。対戦よろしくお願いします。リザードン、ギャラ、ライチュウ、カビゴン、ニンフ、ドリとなりますか。そうですね、難しい。初手リザから来られたら泣きそうやもんな。初手無難に入れるのがドラパかゴリランダーなんだよな。ゴリランダー結構いける。ゴリランダーはで、ギャラそれ確定で、ミニッキュで止めるか。まあ正直ドラパでもいいんだよな、ゴリランダーじゃなくてな。先発ドラパで様子を見ていくっていうのもあり。そうしよっかな、先発ドラパでいきますかって言ったら、大体ゴリランダにしとけばよかったってなるから、ゴリランダでいいや。オッケー。あんまり俺ドラパルト自身を使い慣れてないんだよな。はい。ジェームズ・ボンドさん、対戦お願いします。さあ、何をクリアしてくるか。セイモン。ニンフか。ゴリランダ。そうですね、これは研米からの、ドラムアタックでいきましょうか。そうやな、研米で。さあ剣の前通った。はいって何してくんやろ。メガネハイパーボイスとか。サイコショックス。さあそんなに入ってんやな。これも落としに行こうか。ドラマタックで。さあ最後ショックやから全然入らなかったな。相手後出しはできひんぞ。おいおい、後出しはできひんぞ。おい大丈夫か。ああ、リザ出してきたか。それでも結構あれやだ、椅子下がってまうからな。うーん、まあまあって感じか。椅子下げてるうちにこれダイマックスして大悪で落としに行くか。なにこれ、あ、食べ残しリザ、怖っ。大悪で落ちひんかな。いや、欲張る必要ないな。ギャラで落とせばいいから、ギャラで落とせばいいから、ここはもうはたきでいいでしょ。うん、はたきでギャラドスでダイマックすればいいから、そう、ここはいいんだ別に。これでここはもうゴリランダーはまあ OK って感じ。まあ OK よっていう。ここで焦ってゴリランダーでダイマ切る必要ない。冷静な立ち回りでいきます。さあお相手に対して畑落とす。結構入るぞ、研磨してるから。食べ残畑落としてからの大バーンですね。 OKOKOK で、これ大ジェッターズで返せるんで、大ジェッターズを打ち込めば全く問題ない。あのドラムアタック入って相手 S1 段階下がってるから、上からダイジェット打てるんで、もうそれでギャラ相手積みです。ギャラ止まりません。これで俺の積みフォーメーション組めた。おそらく止まらんと思うけどな。ライチューでワンチャン止まるかどうか。ダイジェット、さあ行きましょう。相手 S 下がってるからこれ上取れるんで。いやほんまあれ強いよな、ゴリランダーのドラムアタック。ガオー、いやーこれは勝てる気がしてきたぞ。流れがこっちに向きすぎてる。大ジェット、オッケー。ニンフィアはもう生で殴れるから、あとラスイと1匹が誰かやな。カビゴも多分出てこへんやろ。巨大マックスも使ってもてるから、ダイマックス使っちゃってるから、カビゴの巨大マックスはないんで。
さあリーチ、ライチュウか、それが一番怖かったわ。ライチュウ一番怖かった。ダイストリーマー、ライチュウ一番怖い。上からいけたな、上からいければいけるわ。ドーン、地震箇所で上がってるんで、耐えてきた。うー、化け物め、嘘やろ、ワンパンされるこれ。ギリギリ、まんじゅう、おまんじゅうを耐えた。おまんじゅうってわけか。じゃあ大ストリームで、おー強いな。タイプ110万耐えてしまうんやな、ダイマックスしたら。オッケーオッケー。さあ地震過剰とかでどんどん上がっていってますが、ラストがね妊婦なんでもう止まりません。さあ、おお、でも雨、この雨の中の滝登り、 A2 段階上昇、雨滝登りをお見舞いしてやるよ。ハイパー火力、攻撃2段階上がってて、雨でさらに 1.5 倍、化け物級、耐えられまい。ガツン、ケイ3連勝きた。OK、 対戦ありがとうございました。